皆さんこんにちは。今回の動画は大鳴門今日からのスタートです。今回は高松でのハプニングや四国といえばうどんですね。そして大ボケ、小ボケの絶景や温泉、道の駅の車中泊です。さて今回はどんな旅になるのでしょうか。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。まずは大鳴門峡を渡り、兵庫県の淡路島から徳島県に入ります。今回は徳島県はスルーして香川県に向かいます。香川県では海沿いの国道11号線を走り高松に向かいます。本当は津田の松原で観光や ドローンの空撮をしたかったのですが、時間の都合上スルーして高松に向かいます。なぜそんなに急いで高松に向かうかというと、高松の郷土料理を食べようと、先を急いでいます。香川県にはオリーブ葉町にタコ飯、アナゴ飯などがあります。美味しいものがたくさんですが、まずはうどんですね。今回のうどん屋さんはセルフうどんの うどん源証さんに立ち寄りました。うまい、安い、早いの人気のさぬきうどんセルフ店です。国内産小麦 100% の粉を使用した自家製麺です。麺だけ食べても麦の香りが口の中に広がる。風味豊かなものとなっていました。少し遅めの昼食でしたが、美味しくいただきました。それでは今日の目的地の高松に向かいます。なんと高松での映像が消えてしまいました。ここからは国道32号の大ボケから小ボケを紹介します。香川県から高知県方面に南下していきます。国道32号は香川県高松市から高知県高知市を結ぶ 137.5km の国道です。
国道は吉野川沿いを走り観光名勝の大歩危峡と小歩危峡があり、透明度の高い川では大歩危峡観光遊覧船やラフティングなども楽しめます。ここからは綺麗な渓流を見ながら大歩危小歩危を紹介します。大歩危小歩危は2億年の時を経て四国山地を横切る吉野川の激流によって築かれた。約 8km にわたる渓谷で、大理石の彫刻がそそり立っているかのような、美しい景観を誇ります。また、大股で歩くと危ないから大歩危。小股で歩いても危ないから小歩危という説もあります。平成26年3月18日に国指定の天然記念物に指定され、平成27年10月7日には国指定の名勝にもなりました。本当に綺麗な渓谷でしたね。それでは、本日の車中泊地に向かいます。今日は道の駅宝田の里埼田で車中泊をさせていただきます。車中泊の前に温泉に入りたいと思います。道の駅に併設されている玉城の湯をいただきました。玉城の湯は道の駅から2分程度の高台にあります。入湯料金は大人が520円です。四季を一望できる露天風呂の3つの浴槽があります。鉄分を含んださっぱりとしたお湯が楽しめる黄金の湯と、ナトリウムを多く含んだ、お肌にまとわりつくようなぬめりのある白銀の湯があります。また、館内には無料の休憩所があり、Wi-Fi も完備されています。お食事処ビダマリでは地元の食材でメニュー構成されています。この通路を通って温泉に行きます。Thank you.